アルメさん、こちらです。ゆこです。それでは今回なんですけども、LINEPay の送金のやり方、MAX20倍キャンペーン参加方法や使い方について解説ということで、今回は LINEPay で現在開催中のキャンペーン、MAX20倍キャンペーンが合ってると思うんですけども、まずその LINEPay の送金方法や、あとはキャンペーンの参加方法についても解説をしていきたいと思います。もしですね、キャンペーンの詳細などを知りたい方がいましたら、下の概要欄に紹介した動画がありますので、まずはそちらをチェックしてみてください。それでは早速送金方法からお伝えしたいと思うんですけども、まずは送金したい LINE 友達を開いていただきまして、そこからプラスボタンを押します。そしたら送金という項目が表示されるので、まずはそこをタップで送金する。で、送金画面が表示されるので、送りたい金額をここで入力ですね。ここで僕はキャンペーンの金額通り MAX5000円を入力して次へをタップします。そしてここの下の送金をタップして、これで送金は完了となります。そしたら今回のキャンペーンは送金した時点で自動でエントリーされる仕組みになってますので、このようにくじが表示されます。そして開くと結果はじゃんということで、見事に外れてしまいました。で、今回面白いのは、僕が友達に5000円送って1回目のくじが引けるんですけども、次に送った5000円を友達に再度送り直してもらうことでもう一度くじが引けます。なので1人の友達に対して送受信することによって合計2回くじが引けるようになります。まあ僕の場合は2回目を見事に外れでした。ちなみに外れでもこのローソンやファミマで使える50円オフのクーポンがもらえるので、まあ本当気持ち3箇所みたいな感じですね。で、今回の注意点なんですけども、送金についての注意点は特にないんですが、まあ、キャンペーンの注意点ですね。当選したらまずはそこで終了、もう1人1回のみとなってます。で、1人に対して送受信して合計2回のくじが引くチャンスはあるということですね。あと当選したら LINEPay 残高ではなく LINEPay のボーナスがもらえます。で、こちらも検証したんですけども、同じ人に2回目送金してもご覧の通りくじが出てこないのでお気をつけください。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。 LINEPay での送金方法とキャンペーンについて解説をしました。まあ僕はですね、まあ2回やって見事に外れてしまったんですけども、まあ皆さんキャンペーンの結果はいかがだったでしょうか。もしこういうことがありましたというのがあれば下のコメントに書いていただければと思います。またですね、キャンペーンも今月の22日までなので、ぜひやってない方がいましたらチャレンジしてみるのもいいのではないのかなと思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter もしてますので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。